次に清水正君。委員長、日本共産党の清水正でございます。所得税法等の一部を改定する法律案について質問いたします。何分限られた時間でございますので、政府参考人におかれましては簡潔な答弁をお願いしたいと思います。非婚、離婚、死別の区別なく一人親控除が受けられることになったのは前進ですが、収入がそもそも低くてですね、新設の控除を利用できない世帯がいると思うんです。今回の改正で控除を利用できる非婚の一人親世帯数、また所得が少なすぎて活用できない非婚の一人親世帯数、それぞれ教えてください。財務省矢野主税局長。お答え申し上げます。新たに控除の対象となる世帯数が約6万、新たな制度で適用にならない世帯が4万ないし5万程度と考えております。委員長。清水正君。つまりですね、4万人から5万人がですね、課税最低限のために、課税最低限以下のためにこの制度を受けられない。例えば17歳と12歳の子を持つ母親の課税最低限は給与収入234万5450円で、55円であります。配布資料の1をご覧ください。総務省が実施した2014年全国消費実態調査で、これ明らかになったんですが、母子世帯のですね、平均実収入と支出の図でございます。でこの図の勤め先収入を見ますとですね、先ほどの子ども2人の家族構成で言いますと、これ課税最低限以下となります。つまり創設される一人親控除が適用されない、活用できないという世帯収入であります。で支出はですね、実収入よりも多いんですね。可処分所得は18万9520円で、消費支出は19万とんで464円、つまり赤字になっているわけです。生活にゆとりがなくてですね、貯蓄など全くできません。でこれはですね、消費税率が 8% の時の数字なんです。今 10% です。一般論として財務省にお伺いするんですが、可処分所得が増えない世帯では消費税が増税された分、これ消費を抑え込まなければさらに赤字が拡大していくということで間違いありませんか。矢野主税局長。消費税がどう家計に影響するかということになりますと、消費税だけをとらまえれば、今、委員がご指摘したようなことになってくるかと存じますけれども、一体改革、社会保障と税の一体改革という形で、5% から 8%、10% という形を取りましたので、消費税自体は負担としてのしかかってくる部分があることは否定できませんけれども、一方で給付面、あるいは軽減税率等々で、恩典が及ぶ部分ということもございますので、合わせて考えていく必要があると存じます。特に消費税は、低所得者向け、あるいは子育て世帯向けの社会保障に主として充てられるということになっておりますので、そのあたりを総合的に勘案していただく必要があると存じます。委員長。清水正君。いろいろ言われましたけれども、それを講じてなお赤字なんですよ、赤字なんですね。で、いろいろ子育て政策やってきたといいますけれども、その幼稚園だとか保育園の無償化っていいますけど、もともと住民税非課税世帯でいうとですね、新たに給食費の負担が増えてですね、むしろ困っているんです。で配布資料の2をご覧ください。これは同じ調査から、母子家庭の収入及び支出の推移を表したものであります。消費税導入時から30年間の推移を見ればですね、母子家庭の驚くべき実態が分かります。母子家庭の実収入の増加額は30年で9891円と1万円に達しません。でその間にですね、消費税は税率が今矢野さん言われたように 5%、8%、10% と上がってですね、今や消費税負担が9242円に増えてしまっているわけであります。つまり30年間で増えた収入分が、まるまる消費税の負担に消えたというのが実態だと思うんですよね。負担能力を超えて課税する消費税が、低所得者には非常に重くのしかかっている、この実態を財務省は認識してますか。矢野主税局長。母子家庭については、かつて
母子加算を見直すといったようなこともございましたし、それについて厳しすぎるじゃないかというご議論があって、それを見直すというような経緯もございました。もう十数年来にわたって母子家庭がいかに厳しい状況に置かれているかという議論は散々やってまいりましたので、係数も含めまして認識をしているつもりでございます。今回の改正におきまして、未婚の一人親のこともございますけれども、予算面で児童扶養手当について第二子以降を倍額にするといったようなこともさせていただいております。今、委員もご指摘になりましたけれども、幼児教育の無償化ですとか、高等教育の無償化、それから国民健康保険料の保険料軽減の拡充といったことも合わせてやらせていただいておりますので、そのあたりも総合的に見ていただきたいと存じます。委員長。清水忠君、先日も指摘したんですけれども、矢野浩二主税局長が書かれた著書にはですね、このようにあるんですね、負担を超えた受益をむさぼり続ければ、やがて思わぬ不利益がもたらされることも、また万古不益の事実です。かつて栄華を極めたあのローマ帝国も、ローマ市民への行き過ぎた大盤振る舞いによって財政破綻をきたし、外敵の手によってではなく、自らの失政によって自滅しましたと書かれています。生活が困窮する母子家庭では、消費税が増税された分、生活費を切り詰め、2人から3人の子育てをするためにダブルワークをしているんです。受益をむさぼり続ければ、やがて思わぬ不利益がもたらされると、必死で生きている母子家庭に、矢野さん、今でもあなた、言えますか。矢野主税局長。私が書かせていただいた内容は、母子家庭のことを書いたわけではなくて、日本全体のことを書かせていただきました。日本全体につきましては、それは本は15年前のものですけれども、今もなおそうですけれども、受益している社会保障、その他行政サービスに対して、その対価たる保険料と税、まあ、特に税の世界は足らずまいが生じております。で、そういう意味では、受益と負担がアンバランスな状態、なお、しかも今、経済的にはいろいろございますけれども、その完全雇用が実質的に満たされているような、そんな状況でありながら、たらずまいがあるという構造的な財政赤字、まあ、財政というとあれですけれども、受益と負担のアンバランスがございます。そこは直していかないと、先々、結局それは誰かが天から降ってくるわけではなくって、結局将来世代が負担することになるので、その部分は真剣に考えなければいけませんということを申し上げた、どっかの家庭に払わせろということは書いておりません。委員長、清水忠君、受益と負担のことを考えるんだったら、大儲けしている大企業にちゃんと税負担してもらうということをしなければならないんです。あなたの本を読みましたけれどもね、法人税を適正に課税するなんていうことはどこにも書いてないんですよ。で、最後に麻生大臣に質問します。近年の税制改正で安倍政権は、成長志向の法人税改革というものを進めてまいりましたが、大企業の利益はどん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 膨れ上がってもですね、税負担は増えない法人税体系になっている。これはこの間議論してきました。一方で、今私が紹介した母子家庭のように、収入は増えていないのに、消費税の増税によって税負担がどんどん増えているという貧困層がいるわけですよ。で、不公平な今、税制構造となっているんじゃないか、このことについて麻生財務大臣の見識を伺います。麻生財務大臣。今、まず最初の母子家庭の話は、これはもう給付と負担の話であって、消費税が上がって、その上がった分の過半の部分が、低所得者層向けのいわゆる母子家庭等々、低所得者等に与えられる給付、いわゆる例えば学校が無償化するとか、保育が無償化するとか、保険がとかいった話になる、いわゆる負担の話と給付の話と。負担の話だけされても、それは議論としてはなかなか話が合わなくなってくるんだと思っております。それから2つ目の今、企業の話ですけれども、これは私どもとしては、これは企業というのは国際競争をしておりますので、そういった意味では、いろいろな意味で私どもは国際競争の面も考えなきゃいけませんので、少なくとも先進国の中で最も高かった企業で、法人税ですから、それはよくお分かりのところだと思いますけどね、法人税は一番高かったんですよ。でそういった意味では、企業がどんどん本社を海外に移していくという時代になったりしてましたんで、私どもといたしましては対応ということを考えさせていただいて、少なくとも財源というものをしっかりさせていただきながら、少なくともネット減税にはなっておらん。で、増えてる分じゃないかという、増えてるだいぶかなりの部分は、海外で稼いでる金の配当課税と、いや、ね、海外で払った税金、済み、払い済みの利益を日本に送金した場合は、それは日本ではそれはネットで
利益になっても、それは課税の対象外、これは二重課税というものをやらない、これはもう世界の共通ルールになっておりますので、その部分が極めて大きいという事態だというのが一番大きな理由なんではないかと。これちょっと時間からもう一度分析すれば延々としゃべれますけど、それなわけでそれほど期待されてもないだろうから。委員長、清水正君、私も時間があれば議論したいところですよ。外国子会社からの配当益金等不参入についてはね、この間も議論しましたけど、現地のですね、国の法人税が日本の税率より低い場合、その分課税されないんですから、やっぱりそれ優遇なんですよ。これ受益と負担の話で言われましたけれどもね、それだったら儲かっている大企業にちゃんと税金を納めてもらう税の仕組み作るべきです。最後に言います、アベノミクスの失敗によってですね、貧困と格差どんどん広がっていると思います。苦しい思いをしているのが一人親世帯です。不公平税制を正し、消費税率は 5% に減税することを求めて、私の質問を終わります。次に。